皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月11日です。この開けてきた年金や厚生年金の金額なんです。こちらがその明細書です。これが合計金額で177万2765円しかないと、こういう形です。厚生年金のところの金額は非常に少なくてですね、さまざまなところで働いてきましたけども、厚生年金なかなか、入ることができなかったと、こういうふうな、状況です。